こんばんばはおいしょねえ <laughs> やだもうドスっピンすぎてうん配信とか本当に無理って感じガロって感じ誰ですか私本当に顔赤くなっちゃうの嫌だな本当に声だけで配信したいぐらい <laughs> 誰どなたって感じ ーんーんお疲れ様です皆さん三十分だけ配信しますうわもう知らないんだからねお疲れ様です これ気になるなちょっと食べてみようかな食べたことあるのか 本当におはよう。うん <laughs> 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 え <laughs> かんない。日本語って難しい。でも今日スクショしないでほしい。切実に。 もぐもぐは気のせいですやっとこさ <laughs> やっとこさやっとこさあのこないだの耳を解決するべく耳の耳出血の問題を解決すべく病院に行こうと思いましゅ。 恐怖の耳出血事件 <laughs> あんなリリーあの日めっちゃ笑顔で話してたんだけどさ面白すぎるよね全然笑顔で話たようなことじゃなかったあ,あお仕事入っちゃった今日は短いので見逃してもしかたない明日午前に配信しようと思うんだけどさみんなやだ 嫌だって聞き方があんまよくないかなみんなお仕事中だよね今夜満月なんですか本当に窓から見なきゃあのこれはあれなんあの自慢じゃないんですけど地元実家は実家はすごい田舎なんですねで実家はすっごく 星が綺麗なんですよそうあのねとんでもなく星が綺麗なの群馬ってそうなのかなって思うんですけどあのー、本当にオリオン座とか北斗七星とか見えるはっきり見えるレベルの空の綺麗さなんですね。だから実家に帰る とまあ、夜に帰ることが多いんですけど普段はこの時期とかめっちゃ綺麗で夏も綺麗なんですけどねお母さんがいつも「家上見て」って言って「はあ綺麗だな」ってだからねだからその名残で新潟にいても夜こう外夜ん空を見ることが多いんですけどあんまり見えない。 めめちゃめちゃゃ住んでる、まあ、田舎あの畑と田んぼしかないからさ周り本当にそれしかないから午前はお仕事ですか午前って幅広いえっ、ー、とねだいぶ早い午前っていうか朝だね朝やりたいなって思ってます起きいや起きなきゃいけないんだようん蛍は見ないかも でも虫めっちゃいるよそう田舎のそ星空きれいですよねクマ出ますかうんーとね私は群馬に住んでるうちに引っ越しを何回か経験したことがあるんですけどクマはないんですけどイノシシは全然ありますねイノシシ普通にいますなんならご飯なくなって探しに降りてきます それぐらい山に住んでた時期もあるでも大体私はすごい日の当たる家とか景色のいい家に住んでる確率が高いですね <laughs> 街灯そうよくご存知街灯がね 行くないのだから帰り道とか女の子一人でっていうか女の子男の子関わらず帰り道一人でなんか危ないからだから私のお家は送り迎えなんですよでもその悪い習慣を作ったのはこの荒井りりのですごめんねママリリがこう夜の,あの群馬の風強すぎて自転車で行き帰りできないとか夜怖くて。 帰れないとかわがまま言ったせいで送り迎えが当たり前になってしまいそれを見習った弟と妹はいまだに送り迎えでも弟は自転車で行ってるから妹は車ですねでもなんか登校班で自分は行ってたからさ小学生の時って歩いていくのが普通なんだよって思ってたけどさ妹の送り迎えにママと一緒についていった時に。 思いのだからびっくりしちゃいました <laughs> そう私街灯な,なさすぎでしかも家の近くにお墓とかお寺神社とか結構あって怖くてなんか足がすくむんだよね前に進む足がしかも風強くて前に進まないの自転車でね田んぼのど真ん中にポツンっていう状態になるのね。 もう風はビュービュー吹くしなんか周り誰もいないし怖いしなのになんかなんかなんていうの人気はちょっと感じるし後ろ振り向けないしみたいな状態で足すくんで帰れなくなった時があってそしたらリリが帰ってこないって言って心配したママがパパと弟に「あの迎えに行ってきて」って頼んで来てくれてパパと弟がね自転車に乗って「どうしたん?」って言って。 もう怖くて前に進めない?」って言って一緒に帰ってもらいました <laughs> うわそう田舎好きだけどちょっと夜道の怖さは異常ですね結構何時くらいの予定 半くらいかな、起きれるかなって感じ。五時。<laughs> もう寝てない、それもはや私の場合、それ寝てない、五時に配信してたら。 うん、鼻で当たって怖さごまかしたことあるよあるある全然歌を歌いながら帰ったことあるでもそういう時に限って人通るんだよね本当に恥ずかしいうちの実家の話かと <laughs> <laughs> そうだからといって明るい道をね通って帰るんですよ夏とか明るい道通ろうと思って帰るじゃん でだから帰り道1時間以上かかるの自転車で学校からで意味わかんないって思って帰るじゃないですかそしたらね学校じゃない間違えた家入ってママに「ただいま」って言ったら「あっリリ虫がついてる」って言って「えー!」ってなんかもうパニックよ本当にしかもある時ねあの私の高校在籍してる時からこう群馬県内でヘルメットが 着用が義務になったんですねもうかぶらなきゃいけないと危ないからまあそれは全然分かってたからヘルメットかぶって,登,校して登下校してたんだよね一時期自転車に乗ってる時期そしたらヘルメット外した瞬間にポロってなんか落ちてきたりとか全然あったあと髪長いじゃないですかで髪の毛結んでない時もあったのね学校でだからあの あーもう汗かいたーって言って髪をバーってバーって後ろにやったのママにね「ただいま」って言いながらキッチンでそしたらバッって言った瞬間にポロンって「えうママ今の何?」ってねえリリはもう、はあ、何かがいるって分かった瞬間に目視できないの怖くなっちゃうの見たら固まっちゃうから目視しないのねそしたらママが「あっうん見なくていいよ」みたいな <laughs> 多分虫がいたんだと思うんだけどママがさって拾ってさって 外にポイってやって見なくていいよみたいな <laughs> よくもう本当にもう虫に好かれるんですよ嫌ってるとね好かれるんですよなんでだろう <coughs> でも多分さ虫に出会いたくないなとか虫寄ってきてほしくないなーとか,なんか例えばそれって別に虫に限らず本当にそうなのかななんとかになってほしくないなって思ったらなるって本当にそうなんだなって思ってるそっからママのことすごい信じてるから なんとかになってほしくないじゃなくて例えば無事に何事もなく自転車でお家に帰れますようにって思った方がいいんだろうね虫に会いませんようにじゃなくて無事に何事もなくお家に帰れますようにって思ってた方がそっちが叶いやすいんだろうね虫のことなんて考えなくていいんだようん今ならわかるそう人間って後から気づく <laughs> <laughs> そう、そ、それが一番。<笑><笑>ね本当に誰？自分の顔に自分で納得がいかない。本当に許せない。 昨日メイクすごくうまくいったのチャットにも送ったんですけどうれしかった <laughs> うんなんか自分的にもさ顔のビフォーアフター激しいタイプじゃない私ってすごいそう思うビフォーアフターすごいの。 メイク上手ななのかなもしかしたらメイクメイク上手なのかもしれないポジティブにねライリーの <coughs> メイク前とメイク後の差が激しすぎるではなくメイクが上手すぎるのではないか という説 <laughs> 確かにでも自分の顔にねいつもしてるメイクをよく友達に頼まれてやってって言われるんですけどできないんですよ。だからやっぱ大事なんだろうね。土台があの何て言うの例えば目の形とかさ鼻の高さとか唇の大きさとか全く一緒の人って本当にいないから難しいんだよね同じメイクするって。 あメイクが合ってるそれはあるかもそれはあるかもしれないアイラインねいつも言ってるアイラインの長さで目の大きさを調節あれ調節する確かに凹凸そうなんだよねパーツも違うし何かメイクする側だから分かることなんですけどまつ毛の生え方とかでも まつががどれぐらい上るるかって全然変わるんですよ怖いよねリリそれはさすがに怖いなって思った全然違う形になっちゃうのでもだからねリンの大好きな親友がいるんだけどその親友にメイクしてって言われた時に私は結構ピンクとかっていう色を使う黒も使うけどその友達はあのオレンジが似合うし髪色も茶色いからあの。 まつ毛の私がマスカラをいつもこう塗ってるじゃないですかで私は大体目を大きく見せたいから黒いものを使うんですけどその友達は茶色の方が似合うんですよ目目あ瞳が茶色いからねだからなんかこうもうこの子って決めていろいろ何が似合うかなって考えるとできたりするこの間この間って言っても結構前だけどメイク してってっ頼まれてした時すっごい可愛くてかっこいいち可愛くできたと思ってそう友達もリリのガメイクしてくれたから今日はあのいっぱい写真撮りたいって言ってくれて嬉しかったあその友達が例の,あの私のことを写真撮るのプロすぎる友達です <laughs> あの高校生の時からの友達で。 そ,その子が撮る私はいつも可愛く撮ってもらえるありがとう見てないと思うけど玲のちゃんこんばんはこんばんはまつげ上げたら目力が出てわかる目力すごいことになるよね、ま、<laughs> そううん <laughs> りんのかわいいりんのかわいいってずっと言ってくれてるありがとうそう言ってくれる君がかわいいって研究生はまつばダメなんだっけねそうなのそうなのかなしてるメンバーいると思うよまつぱ研究生もまつげパンォーーしてる子はいます 私はねなんか怖いくてチャレンジしてないだけうんなんかねなんて言ったらいいんだろうまつげうん自分で、ね、調節した方がうまくいく気がしちゃってこう一つの形でさまつげパーマで癖つけちゃったらさ それ以外の形できないじゃん、もっと上げたいとかできないじゃんもうちょっと抑えたいとかだからねリリはね基本的にまだチャレンジしてないんですよねでもいつかやりたいなって思うでもやっちゃったらその落差に気づいてやり続けるのかもしれないでもだから私はまだやってない私ね思うの自分でねあの 私は初めての物事をやるまですごい時間がかかる人間なんだって思ったの初 <coughs> が遅いのねなんか何に対してもそう細かいこともそうなんだけどさそれにそこの初めて それをやってみるっていうところに至るまでがすごい長くてだからメイクも始めるのすごい遅かったしまつ毛もそうでしょあと私は初めて髪を切るのも遅かった初めて髪を切ったのは七歳の七五三が終わった後だったからそう そうなの高速とかに至ってはさ高速守れあの守らないで破ってみるのが怖くて破らなかったし結構それやってみたら意外といけんのにやってみてないってこと多い気がする。なんかこう安全牌を言ってしまっているというか。 つまんない人間なんです<笑><笑>あ。あそれまでずっとってなかったの髪の毛髪の毛は生まれてから7歳まで切ってなかったのただなんかね伸ばしててさこう年長さんぐらいの時に友達にねこう分かんないどんなシーンか分からないんだけど同じ幼稚園に行ったとこに「りノのちゃん 髪長すぎるからさ短くした方がいいんじゃないって言われたの普通に私の長い髪が嫌だったのかもしかしたら長いのが羨ま,羨ましくって言ってくれたのかわからないんだけど私ヘアアレンジとかするタイプじゃなかったから前髪もなかったしもうずっと横に分けてて髪もいつもポニーテールだったんだけど <laughs> そうでねねなんかそれに対してその小さい頃ってあんまり意志が強くなくてだから あ、うん、そうだね。みたいな適当に返事しちゃったんだよね。そしたらなんかここら辺バサって切られて、なんかここだけめっちゃ短い時期もありました。そんな思い出はあったな。そう。保育園の先生にめっちゃ怒られた。え、何してるの？って言ってでママもショック。ま <laughs> 7歳の七五三まで切らないって言ったじゃんって言ってそうでも本当にここら辺だけこれぐらいチョキンみたいなだから初めてちゃんと切ったのは7歳でしたね <laughs> 頭の軽さに驚きました初めて髪を切った時。 初めてしゅ注射を打ったのも多分周りの子たちより遅かったしねみんなさ初恋って何歳なんですか初恋こういうのってタブーなのかな <coughs> 初恋って私こう幼稚園とかで起きるものなんだなって思ってたのねなんだけどさリリねありえないんだけど <laughs> マジで興味なさすぎてね人に人に興味がなさすぎて家が大好きまあ家っていうかママが大好きで人に興味がなかったとにかくねでもさこう年長さんぐらいになるとさ女の子たちってさすごいそういうのを話すじゃんか誰々君ってかっこいいよねっていや私は誰々君がいいなみたいな同じクラスのみたいな話をするのあそれそういうの全部手動だった子がにあの髪の毛パチン あったんだけど <laughs> やっぱいるよね漫画の世界みたいなあの別にこれ悪口じゃないですあの面白かったって今だから笑える話ねこれはそうそれね <coughs> 本体ね何に対しても無頓着だったの髪を切られてもああ待ってあっ々ちゃんが言ってたのってこういうことみたいな髪の毛切る。 ここういういと今理解しましたみたいなほんとにねあのね何も考えてないお,おバカおバカなんだったんだよね多分ね <coughs> そううんなんかどうでもいいよ、みたいな何かを考えてうしてたことがあんまなくて記憶の中にそ,うそれで、ね、<coughs> なんか だれんがいいよよねってで言われるんだよ、ね「えー、りのちゃんは誰が好きなの?」みたいな「あえー、うーんかっこいい子とかいなくない?」みたいな解消するときもあったしそのクラスで一番人気な子の名前出しときゃどうにかなるって思って <laughs> 思ってもないのに「だ々なくんでかっこいいよね」って言った記憶もある。けど マジであのどんな顔だったかも覚えてないぐらいマジで興味なくて「その話の何が面白いの?」みたいなでも言ったらすごい失礼じゃんかだから「あそうなんだね」みたいな「えー、いいねなになにちゃん可愛いからなになにくんってお似合いだよ」みたいな言うタイプだった <laughs> もう本当。 面白かった面白かった面白かった大体 <coughs> 足速い男の子が人気 <laughs> そうなんだよでもさリリね一つ自慢していいリリあの小さい頃すごい足が速かったんですね体も柔らかかったし今なんでこうなったって感じなんだけどそう小さい頃はすごい足が速かったのでクラスで一番足の速い男の子に勝ってしまった時があって もうその男の子を泣かせてしまった記憶があります <laughs> 本ほんとにリリア悪意ないの何に対してもでもなんか本気での時すごい黒歴史なんだよねごめんなんかみんなごめんみたいな思ってみんなごめんね <laughs> でも一番足が速かったのもうそれはしょうがないじゃんなんか <laughs> なんかすごいかっこつけてる みたいなマグみたいな男の子だったのねえなんかめっちゃ格好つけてんだけどって思って私も本気出したら <laughs> まさか勝っちゃってごめんみたいなほんとにで女の子たちもがっかりえみたいなえかえみたいな <laughs> なんかごめんねみんな <laughs> 最悪ムード壊しがくれな女なんだけど <laughs> そうでもすっごい早いわけじゃないよ今は全然遅いと思う持久力の低下があるからねでも全然早いわけじゃなくて全然速くなかったけどなんか運よく陸上記録会とか出てましたね小学校とかん <laughs> もともと持ってた運動神経は持ってあの高い方なのかもねそれを生かしきれなかっただけであってみんな足苦手走るの <laughs> でもこれ過去の話だからこれ「武勇伝」ってやつね 武勇で話す人はあんまり好かれないからリりノみたいなことしない方がいい, <laughs> <laughs> いやっぱ武勇伝」ってやつですみんなにだから話せる「武勇伝」持久 <laughs> 走めっちゃ嫌い自分のペースで走っていい持久走しか無理 <laughs> 熱曲ぐらいさ歌うべきだったかなでもさ

息さえ続けば歌いたいのに SKE さんのね好きになっちゃったっていう曲がね難しいの息が続かなくてうわ逆上がりめっちゃ得意だったよちなみに逆上がりっていうかあの足掛け前回り足掛け後ろ回りめっちゃ得意でしたね ありがとうございます。<laughs> 本当に嫌だ。今ただの小豚です。ええ、すごい、じゃ、水泳得意なのか。<laughs> あ、私マネージャーでお願いします。部活動 <laughs>。無理無理、選手無理無理。<laughs> なんだろうな。一曲歌って。 なんかあるかな歌える曲 <coughs> 昨日さめっちゃ歌いすぎてさ歌える曲とかなくないキュンとかサンデータらダらはいもう覚えてない <laughs> あと「無謀な夢」も今度歌いたい「無謀な夢は覚めることがない?」 暗闇暗闇で夜よ僕を主人にするな綺麗事では終わりたくないキュンか暗闇だったらどっちがいいですか暗闇歌ってみるけど 覚えてるかな覚えてると信じるね自分をねあのちょっと忘れて抜けたらごめんね前に頑張って練習して配信で一回歌ったきりなんですよね「<laughs> 言い訳だけさせてください保険だけかけさせてください」<laughs> どっかでねどっかでなんか忘れた気がするんだよね何かを <laughs> ちょっと歌ってみるけどまた歌うっていうと思う太陽は水平線の彼方を目指して する夕暮れに何かをやり残してるような悔いはないのか僕はまだ帰りたくないやりたいことやりたくないことやらされながら理想と現実がごッチになっている日々あの空と星の海がほらわかれているように交わらないものがあるってことをさ都会で暮らす 「どうしか見ていないらしい」「やるせない孤独の時泣き言誰に言えばいい」「夜よ」 星たちは自分が輝いているその一層宇宙の果てで誰かに見られてる知識どこかで消えていった光を知っているのか僕は始まってもいない欲しいものをいらないものを見栄えず手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ大人とはその分別があることと言うなら永遠 になんか,なるものか「ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう」「水平線見えなければ」 ましたよかったなんとかなんかちょっと怪しいところもあったけどギリギリセーフ <laughs> じゃあランキング読みます今日は早いんですえー、と13位新潟カズさん12位ウッチーさん11位タムヒロさん10位ユウキさん9位キイちゃん8位キャンくんさん7位クルルさん 6位特派級さん5位秋田の新屋パンさん4位金堂さん3位東風山っちーさん2位チェリーさん1位友達やンさんですありがとうございますはい明日はだいぶあの起きれたらの話なんですけどだいぶ朝に配信しようと思いますので来れる来れないはお任せしますが明日の夜は配信しないので明日午前だけ。 明後日とか夜やるかなって感じです,です <coughs> それではありがとうございましたみんなありがとうおやすみ <laughs> おやすみああの X の投稿してるのでいいねとコメントお忘れなくよろしくお願いします お願いします。じゃあまた明日。おやすみ。あ、あらま。おやすみなさい。バイバーイ。